こんにちは、ひかりです。今回もね、トイプラネット高崎店さんのスーパー戦隊コーナーを見ていきたいと思います。めっちゃね、戦隊ロボがずらーっと並んでるんですよ。この店舗はトイプラの中でも大きい店舗なんで、ずらっと感が半端ないっすよ。こんな感じで眺めがね、爽快ですね。もちろんね、その分品揃えもいいってことでね、上の方に箱入りがあって、下の方が箱なし。これね、今僕がね、買いたいなと思ってるマッファルコン、エンジンはやっぱ揃えておきたいからね。これはゴーカイジャーにしか出ないエンジンなんだけど、まあ、欲しいなと思ってますね。値段も安いんだよね。パーツが揃ってるかどうかちょっとね、確認ができなかったっていうか、この日はね、まあまだね、この時は家の置き場がね、ちょっとなかったんで買わなかったけど、この値段だったらね、いつでも買えますね。そして、あ、そう、ゴーンジャー系のロボもね、一時値上がりしたけど、最近落ち着きましたね。エンジン大将軍とか、これね、一時なんかゴーンジャーブーム、なんか10周年だったからかな、値上がりしたんですよね。うん、激レンジャー系はそんなに値上がりしてないかな。うん、そして、おー、出た、ギャラクシーメガ。ギャラクシーメガですね。メガレンジャーのね、1号ロボ。安い、値段も安い。まあ、武器はないけど、あの、ヘッドがあるっていうのが大事ですね。ギャラクシーメガ結構頭なくなってること多いからね。お、最大王。最大王もね、置き場があればね、いつでも買いたいんだけどね。置き場に困っちゃう系の大きいアイテムだからな。555。やっぱ激レンジャーのロボは一回揃えたいんだよね。激レンジャーとゴーンジャーは。あ、またメガレンジャー系のアイテムがありますね。これはね、意外と安いんですよ。480円。これはロボって、なんて言うんだろう、このシリーズなんてやつだっけな。なんかね、グリップファイターだっけ、ファイターだっけ、そんな感じのシリーズなんだよね。何種類か出てるんだよね。で、これがね、ギャラクシーメガで、すごい買おうか悩んだんだけどね。まあ、持ってるっちゃ持ってるんだけど、武器も全部持ってるんだけど、でもまあ、悩みどころですね。お、これ辺が10レンジャー。まあ、一番古くて10レンジャーあたりかなって感じかな。そして箱入り系で、オーガオライオンとか、キューレンジャー系とかね。まあ、キューレンジャー、ジュー王者あたりが今安いかな、やっぱり。ほら見て、これ色別に並んでるんですよ。だから青系のロボのロボのパーツというかね、そんな感じのやつがこう並んでて、青は青で並んでて、下の方に行くと今度は水色は水色で並んでるっていうね、すごいですよね、この並び方で。こっちはブラック。まあね、合体遊びがね、興味ない子とか、まあ、子供とか大人もそうだけど、人はこれ単体でも結構ロボット遊べるんでね。データリオメレ、激レンジャーのね、この2体がまたね、激レンジャーのロボに合体することができるんだよね。お、竜ソージャー、もうすぐ竜ソージャー終わってキラメージャーが始まりますね。いや、どうしようかなと思って、キラメージャーの波に乗ろうかな、どうしようか悩んでるんですよね、 YouTube 的に。お、キングスティック、これってなんかトイプラネットでよく故障してるのが多いんですよ。これもそうだけど、壊れやすいアイテムなのかな、キングスティックって。あ、出た、カーレンジャーの必殺武器だね。必殺武器はね、古くても意外と安いことが多いですね。やっぱ大きいからかな。これはね、 DVD 付きのやつですね。このゴーンジャーのハンドル、 DVD 欠品してることが多いから、まあ安いんだけどね。まあ、正直 DVD なくてもいいんだけどね、僕的にはね、置き場があればって感じ。あ、これも欲しいな、シグナルマンのね、やつです。これなんだっけ、シグナルマンの、まあ武器と、そう、変身アイテムではない。シグナルマンって変身しないからね。だから立ち位置が微妙なんだけど。お、
ブルーブラックのやつですね。黒騎士ヒューガーがこれで変身もしてますね。黒騎士ヒューガー、最近銀河マン見てないな、懐かしい。ちっちゃい頃見てたからね、銀河マンは。で、ここら辺が、まあ、この辺はね、戦隊でいうと冒険者とかが多いかな、とか激レンジャーとか豪快ジャーもあるね。で、特急ジャーもあって、たまにねポロッと古いやつがあったりするんですよ。あ、これさよく見るんだけど、これって何のやつ、戦隊じゃないよね。よく見かける気がする、トイプラネットで。これはまあウルトラ系だね、ウルトラマンのやつだね。そう、マジレンジャーがまだちゃんと見れてないからな。マジレンジャーは見たいなと思ってるんで、ね、結構評判いいですよね、マジレンジャーって。あ、出た、ガオレンジャーの、あのパワーレンジャーね、あの海外のやつね、のガオレット。 G フォンもついてますね。まあラジコンかな、これは。前回半年前行った時もあったよね。お、タイムレンジャー箱入り980円、安いんじゃないこれ。結構箱入りと考えると安いと思う。で、この辺がコレクションアイテムだね。コレクションなんて言うんだっけ、まあ集める系のアイテム。いつ頃からこういうアイテムって出たんだろう。ゴーオンジャーかな、やっぱり。ゴーオンジャースタートかな、あのゴーオンジャーのさ、ねえ、あ、ゴーオンジャーだと思うんだよな、スタートは。あ、違う、ゴーオンジャーかな。ゴーオンジャーのエンジンソウルがスタートな気がしますね。まあ、エンジンソウル微妙なところだけどね、多分エンジンソウルだと思うんだけどね、スタートは。レンジャーキーとかはね、数出てますからね。さあ、そしてね、またお店のね、同じお店なんだけど、ちょっと別の部分を見ていくと、ここね、100円コーナーですね。ぬいぐるみ。本当はもっとじっくりぬいぐるみとかも見たいんだけど、あまりね、僕の視聴者さんにはね、合わないみたいなんでね。そうそう。あ、これめっちゃ柔らかかった。この後ね、またね、100円コーナーにも戦隊、ウルトラマン、仮面ライダーとかもあるんで、そっちも見ていきたいと思います。これが女の子系のおもちゃかな、100円のね。女の子系アイテムっていうのはね、また別のコーナーがあるんだけどね。プリキュアとかシルバニアファミリーとかリカちゃんとかね。お、これちょっと古そうなミッキーのハッピーセットのおもちゃだと思うんだけど、これ買おうか悩んだんだよね。ちょっと古いね、ハッピーセットの、しかもミッキーだから、まあ、特に古いハッピーセット結構集めてるというか、うん、まあ、集めてるというよりも、まあ、飾っとくと、なんかテンション上がるんですよね。あ、ミニーちゃんもいたんだ。買い物してるとき気づかなかったな。あ、ドナルド。ほら、ちょっとレトロっぽくていいじゃん。1個100円だから買っとけよかったかな。あ、ウッディ。白黒ウッディだ。でディズニー系とか、これちょっと可愛いんだよね。ゼンマイ式の恐竜のおもちゃなんだけど、デザインが可愛かった。で、生き物フィギュアとかかな。こういうところにね、白石とかアニアとかもありますね。まあ、100均のもあったりするんだけど、わ、ポケモンはやっぱ多いな。ポケモンのこのね、指人形シリーズ、ポケモンキッズっていうんだっけ、はめっちゃ多いですね。で、こっちの方にウルトラマンとか仮面ライダー戦隊の、まあ、ソフビがメインかな。ウルトラマンとか500シリーズ100円でいっぱいあるんで、まあ、ここから探すのが一番いいと思います。うん、指人形もあるね、ウルトラマン。ちょっと古いっぽいのもあったんだけど、キングザウルスは今回ね、さすがにショーケースに入ってた。前回の動画でも紹介したけど、
そうだね、キングザウルスよりも新しくなってるやつがここにはあったかな。足裏でわかるんだよね。これちょっと気になったんだけど、確か僕持ってた気がするんだよな、これグレートのポーズ付きのソフビ、うん、でね、ちょっと塩ビとかもありましたね。今回はあんまトイプラ塩ビないんだけど、まあ、探すとね 1,2 個あったりするんだけど、こんだけあるのは珍しかったですね。割と新しい系の食玩装備がある。セブン、あ、キングとかね。お、これ辺が戦隊だね。戦隊はね、割と最近のやつだったらすぐね5人とかね、追加戦士とかも含めて全部揃いますからね。これからだから竜ソージャーとかだったらすぐ揃うと思います。キューレンジャーは人数多いから揃うの大変だけどね。獣王ジャーとかはすぐ揃うと思います。一番よく見かける。お、ちょっと古いやつだね。これターボレンジャーだっけ。いいね、100円コーナー楽しいね。はい、ということでね、今回はトイプラネット高崎店さんの戦隊コーナー100円コーナー見ていきました。もしねこの動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひ評価ボタンを押してってください。それではまた、バイバーイ。